ごちそうさまでした。おや、主様、食べ残しておられますね。好き嫌いをしては目でございますよ。仕方ない人。ふむ、お腹の調子がよろしくないのですね。昨晩ペコリーヌ様たちと一緒に入ったゲテモノ料理店の品を胃腸が受け付けなかったのでしょうか。どうしましょう。私も食が細い方なので、もうお腹いっぱいです。残飯処理いたしかねます。ああ、無理して食べなくても大丈夫でございますよ。お店に頼んで食べ残しを包んでいただきますので。非常食にできますし、使いガラスの餌にしても良いわけですしね。あ、何でしょう、不可思議な輝きが生じておりますね。これはまさかアメス様の託宣にあった。あ、主様、ご安心ください。おそらくはさほど危険なものではございませんから。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。あたしがあんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。うん？何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃ、またね。すみません、そこのお方、少々よろしいでしょうか。あの、ぶしつけでございますが、あなたが私の主様ですか。おや、怪訝な顔をされておりますね。主様ではないのでしょうか。残念です。不思議なご縁を感じましたし、私の理想通りの主様だったのですけど。ああ、これは失敬。私、夏目心と申します。小学5年生です。どうぞ以後お見知りおきよ。本当に私の主様ではないのですか。うむ、まだ主様としての自覚がないだけかもしれませんね。それなら仕方がございません。残念ですし寂しいですけど、立場を強制はできませんから。けれど気味が悪いかもしれませんが、あなたのことを主様とお呼びしても構いませんか。あだ名のようなものだと思っていただければ幸いです。ともあれ主様、私道に迷ってしまったようなのです。よくあるのです、こういうこと。ぼーっとしてふらふら歩いているうちに迷子になっています。もう遅い時刻ですし、自宅に帰りたいのですけど。心配だから送っていくと。主様はお優しいのですね。けれど駅の場所さえ教えていただければ自分で帰れますから。ふむ、駅はあちらなのですね。わかりにくい場所にあるので案内していただけると。ご親切にありがとうございます、主様。
私このご恩は忘れません。いつか主様が道に迷われた時は私が行くべき場所までご案内いたしますね。初対面の男をいきなり主様呼ばわりとか、不思議ちゃんにも程があるわね。もう宇宙一かわいい。ああごめん、一応いろいろ説明しとくべきよね。つっても今のは夢みたいなものだからあまり気にしなくていいわ。あんたとコッコロタン、あっちではほとんど接点がなかったみたいだしね。むしろさっさといろいろと思い出してあっちのコッコロタンと出会って仲良くなって幸せにしてあげてほしいわ。私には祈ることしかできないけど、さっき見てもらった通りあっちの世界観だとあの子の言動は明確に変っていうか浮いちゃってるからね。ずいぶん生きづらいみたいなの。だからこっちでコッコロタンが幸せそうに過ごしてるのを見て、私それだけは良かったなって思うわ。でもまあいつまでも夢は見てられないからと、あんまり長話はできないのよね。私も回復しきってないから仕方ないんだけど、名残惜しいものの今回はこれで失礼するわ。じゃあね、コッコロタによろしくね。バイバーイ。主様、主様、いかがされたのですか、ぼーっとして。アメス様のご託宣の通りなら白昼夢でも見ていたような感じでしょう。ちなみに今は食事を終えて二人でホテルまで帰っている途中でございますよ。主様は胃腸の調子が優れないようですし、さっさと帰ってお薬を飲んであったかくして寝ましょうね。私看病いたしますからお任せくださいまし。主様の健康を私がお守りいたします。私は過保者ですね。主様をお世話しご奉仕することを、私本当にずっとずっと心待ちにしていたのですよ。小さな子供の頃からずっと、いえまあ今も小さいですけれど、夢が叶ったような心持ちでございます。私は幸せです、今とっても。主様、できれば末永く私をおそばにはべらせてくださいまし。